スカパフローは、スコットランドのオークニー諸島に存在する入り江。メインランド島、ホイ島、バレー島、サウスロンルドシー島などに囲まれ、細い水路で外海とつながっている。外部からの侵入を防ぐことのできる天然の、良好として第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけ、イギリス海軍の根拠地として利用された。年のユトランド沖海戦では、 イギリス主力艦隊がここから出撃している。両対戦では停泊するイギリス艦船を狙い、ドイツの U ボートが侵入を図っている。第一次世界大戦では U18 と U116 が侵入に失敗した。第二次世界大戦では1939年10月14日、ギュンタープリーンが指揮する U47 が浮上侵入、戦艦ロイヤルオークを撃沈した。 第一次世界大戦の因縁のスカパフローに敵戦艦を沈め、ドイツ国民は歓喜した。ロイヤルオークの乗組員1400名余りのうち833人が死亡している。沈戦は現在記念碑として保存されている。事件の後、ウィンストン・チャーチルの命により建設された防波堤はチャーチル・バリアーズと名付けられ、現在メインランド島。 アレーシマとサウスロナルド政党を結ぶ土手道として利用されている。この攻撃の3日後、4機の188 18爆撃機がスカパフローを爆撃した。この攻撃によって戦艦アイアン・デュークが大破、爆撃機1機が撃墜されている。カークウォールで上流されるスコッチウイスキーのスキャパはスカパフローにちなんで名付けられた。第1次世界大戦で ドイツが急戦を受諾すると、ドイツ艦隊の74隻がスカパフローに開港され、講和条約締結を待った。1918年の11月に到着したこれらの艦船は、スカパフロー白地内に抑留され、観光客の目玉となった。1919年5月に発表された講和条約案の内容に批判した抑留艦隊司令官、 ルートビッヒフォンロイター提督は英国への艦隊引き渡しを拒むためにイギリス艦隊の大部分が演習に出た隙をついて1919 19年6月21日に全艦艇に自沈を命令した。この際にイギリス軍との衝突で9名の死者が出た。これは第一次世界大戦における最後の戦死者とされている。自沈したのは以下の艦船である。 戦艦バーデン巡洋艦 M 電、ニュルンベルク・フランクフルトは、自沈に失敗した。1920年代に入り、アーネスト・コックスらの手により43隻の船が、サルベージされた。比較的小さな艦船については浮き飛び藻座を使い、浮上させた。2 8千トンにもなるヒンデンブルクについては、爆破により開いた穴をすべて、塞ぎ尖閣に圧縮空気を導入して、浮力をつけさせた。 八隻の船は、現在もスカパフローに沈んでおり、ダイビングスポットとして親しまれている。その後さらに多くの沈船、または、その一部が引き上げられ、人工衛星などに利用されている。戦前に鋳造された鉄は、戦後の溶航路の摩耗具合を調べるために、耐火レンガにトレーサーとして仕込まれたコバルト60を含まないことから、放射能測定において、 環境放射能遮蔽剤などに用いられている。ありがとうございます。